ようことんどこいとうとアシスタントのくーちゃんでーす。はい、今日もこの2人でやっていきますよ。今日は12月の2日水曜日です。はい、そろそろ寒くなってきましたので、花の終わった子からバラの葉をむしっていこうと思いますよ。はい、葉っぱをむしって休眠促進をさせて、そして誘引剪定ですね、していこうと思いますので、まずは葉っぱをむしる作業からやっていこうと思います。はい、まあ仕事に行く前なんで1品種ずつぐらいですね、ちょっとずつ進めていこうと思いますよ。あとはちょっとだけ香りのバラも咲いてますので、いつものように香りのバラも楽しんでいこうと思いますよ。はい、ではでは本日も最後までご視聴よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ではまずこちら鉢バラの方ですね。こちらの、はい、桃花の葉の方からむしっていきましょうね。はい、ありがとうね、今年も。よいしょ、だいぶ枝が立て込んでますね。この辺も細枝をまたカットして剪定していこうと思いますよ。よし、こちらのモモカはカーポートの下に、屋根付きの下にあるので、そんなに黒点病に無農薬でもなることはないですね。できるだけ雨が当たらないところがやはりいいですね、バラは。はい、まあそうは言ってられないですけどね。はい、こんな感じでいいですね。してまた後で2週間ぐらいしたら枝がギュッと締まってきたら剪定していこうかなと思ってますよ。はい、はい、ではではいつものこの苗間サニ娘ぐんぐんしていってみましょうか。いかがでしょうか。今日も綺麗に咲いてくれてますよ。最高ですね、くーちゃん。とても甘くて爽やか。なんか昨日と同じことやってますけど、はあ、もう最高です。なんだか冷蔵保存されているような感じですね。本当に花持ちがよく、昨日のとほぼ同じ状態で綺麗に咲いてくれてますよ。ああ、
あー最高、甘いねーキューちゃん、うーん甘いね。はい、そしてこちらですね、川本バラ園さんのこのソート。こちらロサオリエンティスさんのシェーラザードのこの、あー二つのバラが最高です。うーいやー、あー最高、このブルーのバラのこの深いブルーの香りがもう深くて甘いんですよ。なーにー最高だな、最高でしょくいちゃん。あー今日もああバラが本当にいい香りをくれるんですよ。なーにー最高だな。男は黙ってバラの香り最高です。今日もありがとうございました。はい、本日の動画いかがだったでしょうか。仕事に行く前のバラの葉をむしっていきましたけども、はい、ちょっとずつこうして冬のお世話をしながら進めていこうと思いますよ。ちょっとまだバラの香りを楽しめますので、はい、楽しみながらやっていきたいと思います。ではでは、本日も最後までご視聴ありがとうございました。ありがとね、また見てね。にゃーにゃーにゃーワン。はい、これが分かった方は相当のサザエさん好き。にゃーわっ。